はい、どうも皆さんこんにちは。沖縄の大学生星音です。ちょっと待って、口内炎が痛い。あ、口内炎が痛くて喋れません。お、ここ今ね、目の前海なんですけど、ここ映るかな。めっちゃいっぱいお魚さんがいますね。え、すごいな、ここ。え、すごいすごいすごい、いっぱい魚がいる。え、いやー、綺麗な海だ。で、今日やってきたのは、パルコ市という浦添っていうですね、まあ、ここ再開発された沖縄県の東シナ海側になりますけれども、ここのね、海にね、めっちゃいろんな生き物がいることにね、気づいたのでね、すごいな。ちょっと ちょっとカメラにね、映るかわかんないんですけど、今ここにね、カニを発見して、ちょっとね、いろんな生き物がいるので、ちょっと見ていきたいと思います。ちょっと今日スマホのカメラしか持ってない。あー、いたいたいた、カニだカニ。あー、あー、ちょっと映って、あ、ここにもいますよね。これ分かりますか、足があるの。ほら、カニだカニ。出ておいで。何もあげないけど、おいで。ちょっといろんな生き物がいるのでね、ちょっと見ていきたいと思います。あ、ほら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 、分かりますか、これ。ここにカニがいるの分かりますか、これ。これカニですよね。ちょっと待って、私さ、今日この靴で怒ったら本当に困るからあれなんですけど、これ分かりますか、これカニですよね。そしてここにね、なんかハゼみたいな、こう魚がいますよね。すごいすごい、カニだ。これ捕まえられっかな。これすばしっこいよね、きっと。あー、逃げちゃった。ちょっとカニ捕まえたいな。やだ、なんか虫がいる。え、すごいすごい、ここすごいですね。すごい、なんかめっちゃいろんな、あ、いや、あー、向こうの方とかすごいすごい、なんか熊の実みたいなさ、感じの熊の実なのかわかんないけど、なんかちゃんとした魚がいますよね。見えますか、すごいな、ここで。ここね、なんかね、今潮が引く時間なんだと思うんですけど、向こうで釣りしてる人、あれ人ですよね。あ、向こうで釣りしてる人もいるので、なんか長靴みたいの持ってたら入って、これこれ宿狩りですね。宿狩りだ、宿狩り。ちょっと捕まえる、これ話せば捕まえる分には問題ないですよ。あ、折っちゃった、ごめんごめん、今触ってないのに今勝手に落ちたんですよ。ほら、これ宿狩りですね。すごいすごい、すごくないですか。お、普通にさ、こんなところにね、いるんですね。あ、飛行機が飛んでます。おっと、危ない危ない、滑るとこだった。あ、これも宿狩りじゃないですか。ここになんかいる、ほら。あ、これは殻ですね。宿狩りじゃなかったな今。あっちに磯遊びしてる子供たちがいるから、あっち行けばもっといろいろ見れるかもしれないですね。ああ、ちょうど今飛行機が着陸してくるのが見えましたけども、あそこが那覇の街中です。あっちにね、那覇空港とかがあるわけですね。ここは那覇市からちょっと北に、10キロちょっとかな、来たところですね。あ、すごいな、めっちゃいろんな生き物がいるな。これも海外、あ、これヤドカリだ、ヤドカリ。これね、映ってるかな、これヤドカリですね。今動きましたね。すごいすごい、ちょっと暑いからカメラ壊れちゃいそうだ。おお、ここにもいろんなお魚さんが。おお、おお、危ない危ない、おい、って、あ、痛い痛い、あ、痛った、あーあー、やってしまった、転んでしまった、痛った、あー、痛い痛い、それも痛い、最悪ですね。ちょっと待って、タオル出さなきゃ、転んじゃった、あ、痛い痛い、あー痛い、ちょっと待って、痛い、痛い、今ここ、こっちから倒れちゃった、あー痛い、あー、反り曲げちゃった、あー、よし、じゃあちょっと気を取り直してもう一回お魚さんを見てみましょう。ちょっとこの平らなところから出ないようにしよう。でもなんかサンダルとか持ってくれば中入れたんだよな。タオルとか水着持ってくれば、ここでも、ここビーチじゃないのかな。入っちゃダメってことはないと思う。あ、でもなんかあんまり入っていい感じではないですよね。でも入るの禁止とか遊泳禁止とかは書いてな、書いてあんのかな、どっかに。すごい、でもこうやってさ、おお、ほら、あそこに魚がいっぱい、おお、あ、すごいすごい、群れになって泳いでる。映ってっかな、カメラに。すごいな、すごい、なんか餌があるんでしょうね、あそこにね。うわ、すごい、すごいすごい、なんかあそこに大きな魚がいますね。大きいなって、その5センチぐらいだけどさ、あれはなんだろうな、なんか運んでるのかな。うわー、もうなんか最悪だ、ズボン濡れちゃった。おお、ここにも魚が、おお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 、すごいすごい、
まあね、だからここも本当は海だったわけでしょ、埋め立てちゃったわけでしょ、いっぱい生き物が住んでたのにね。まあ残念な、いい、まあ、あ、すごいすごい、なんか生き物が、あ、これカニさんだ、ちょっと出てきておくれ、ほらほらほら、カニだ、あ、カニカニ、カニですね、これね、ほら、ほら、よし、ちょ、早いなぁ、いいえ、ちょっとここさっき転んだとこだから気をつけて歩こう。まあ、こんな感じでね、いろんな、おお、危ない、またやっちゃった。おお、すごい、おきおき、ほら、ほら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 、あ、ちょ、出ておいで、あ、ほら、うわぁ、ちょっと静かに、カニにバレないように静かに静かに静かに、よし、おお、なんかバシャって、なんか飛んだ、今魚かなんかが飛んでたぞ、すごいすごい、ああいたカニいた、カニいた、ほらカニ、ほらもうちゃんとしたカニですよね。ああ、これカニってどうやって捕まえるんですか。なんかさ、足もげちゃったりしないかな。あ、こん中魚がいるじゃないですか。ここにさ、このなんていうの、この岩の隙間に閉じ込められちゃったんですね、この魚さんは。もう一回潮が満ちないと外へ行けないんだ、残念。もうちょっとなんか頭使って生きたらいいのにね、干からびちゃうでしょ、暑そうだしね。あ、でも意外と冷たいですね。へえ、なんでだろうな、今すごい日光が炎天下なんですけど、意外とここなんか沸騰してそうだけど、全然そんなことはなさだけです。よし、隠れたつもりだったけど残念だったな。あれ、どこ行った、あらあらあら、ちょっとな、ちょっと捕まえたいんだ、あああああ早いな、ああ逃げられてしまった。ちょっと一回カニさんを捕まえたいんだけどな。でもこれすごいですよね、これ何ガニっていうんですかね。おお、ここにもいるじゃないか、ほらほらほら、カニさんだ、すごい。おお、ちょっと待って、ここで落ちたら本当にやばいからな、気をつけないと。あ、ダメだな、捕まえられないな。あ、今ここもなんか動いたぞ、あいた、ここにもカニがいる、めっちゃいるな、すごいな、ここカニのマンションなのかな。でもこう岩の隙間に住んでるわけでしょうから、カニさんっていうのは、ここはカニにとってはなんか絶好の住処なんでしょうね。こうやってこれ多分埋め立ててさ、人間が作ったわけだけど、まあカニのためにね、マンションを作ってあげたと、まあ、そんな感じになるわけなんでしょうな、わかんないけどね。ちょっと今度ちゃんとなんかそれっぽい装備を持って準備していきたいと思います。なんかちゃんと魚が取れるカメラを用意してきます。ということで、真っ昼間の海遊びでした。違うんだよ、こんなことがしたかったんじゃないんですよ。今日今映画の感想を喋る動画を撮ろうと思ったんです。はい、まあいいや、それも後で出すと思うのでお楽しみに。ではありがとうございました。星ねチャンネル見てくれてありがとう。